うし、今のはだいぶ良か感じやったね。ああ、ライブではもう少しフータの感覚で引っ張ってテンポを上げていってもいいと思う。無茶な提案勝手にすんなよ。ついてけんのか。そういう時はアタックを強くすれば細かい部分は気にしなくていいことが分かってきた。なんだろうね、このヤマトの変わりっぷり。まあ、あいつなりにいろいろ折り合いがついたんじゃないか。お前よりも俺がやべっての。これ以上走られたらリズム隊崩壊すんぞ。そこは気合と根性でなんとかするんだろ。くっ、やろう。なんか立ち位置も変わってる。いい傾向じゃないか。葵も泣いた甲斐があったな。なんでそれ知ってんの。フータが久々の泣いた葵バイって教えてくれた。ほんとあいつはねえコニー、大丈夫だよね本当に。うん、どうした。ヤマトもバンドに馴染んできたし、練習もまあ上々で、明日は待望のイベント。なんか順調すぎて逆にちょっと不安。俺たちはトラブルがあるのが普通みたいなところがあるからな。まあそう心配するな。このままうまくいくさ、きっと全てな。だといいんだけど。いやー、いっぱい練習したまい。こいで明日のイベントの準備は万端やね。どうしたのヤマト、なんかさっきから手をじっと見てるけど。いや、なんか最近少し違和感があって。え、怪我でもしたとね。いや、痛いとかじゃない。なんかしっくりこないだけだ。練習しすぎて疲れてるだけじゃねえの。そんなところだと思う。念のためあまり無理するなよ。今日はゆっくり休め。ああ、分かってる。ヤマトだけじゃない、みんなも今日は早く寝ろよ。遅刻は厳禁だからな。ワクワクしすぎて寝られんかもしれんばい。寝ろじゃあ少し早いけど今日は解散だね。明日は現地集合ってことで。いよいよ明日か、楽しみだ。ヤマトはまだ来てねえのか。既読もつかんし電話も通じんばい。とにかくもう出番まで時間があまりない。最悪ギターなしでやるか、葵は代役に立てるか。そんなんありえねえよ。ここまで来てあいつなしでやれっかよ。だがどうしちゃったんだよヤマト。もしかしてヤマトんやつ、前にもあったよ、ヤマトが道に迷っとったことが。あいつすげえ方向音痴やった。そんな特技がよりによってこんな時に。けどここそんなにややこしい場所じゃないだろう。たどり着けないとかあるのか。前は学校から駅に行く道で迷っとった。ソイも自信満々な感じで。マジか、ほぼ一本道だろあそこ。ヤマトの性格的に人に聞くとかなさそうだしな。ダメだ、やっぱり携帯でね。これ家に忘れてるとかだぜ。俺探してくれ。探すったって
どうやって？前に迷っとった時もばったり会えたとさ。お互いろくに知らん頃に。だけよく知った今なら絶対会えるまい。いつものフータの超理論だ。だが今はその超理論にすがるしか。しゃーねーな、俺も行く。美咲、来てくれっと。高2までここを離れるわけにはいかねえし、葵だってママの方向音痴だし、俺が行くしかねえだろうが。助かるまい。やっぱ仲間思いやね、美咲は。勘違いすんなよ。俺はまともなライブやりてえだけだからな。こっちは少しでも出番を遅らせられないか聞いておく。だが時間が来たら最悪お前らは戻ってこいよ。お前たちも道に迷うとかそういうオチはいらないからな。待ってるよ。大丈夫、絶対に見つけっから。じゃあ多分もう行った。くそ、どうしてよりによってこの日に。ずっと出たかったイベントの違う、そうじゃない。やっとあいつらと少し分かり合えてきて、一緒にやる楽しさも分かってきて、それで風来としてようやくちゃんとやれる場所なんだ。そんな大事なライブを諦めるわけにはいかない。もう諦めるわけにはいかないんだ。やっとバンドが組めたんだ。やっとバンドになれるんだ。俺はあいつらと。くそー、どこだ！ヤマト！見つけたばい、ヤマト！てめえ、こんなとこに。フード、ミサキ、なんでここに？てめえを探しに来たに決まってんだろうが。助かった。 あとすまん、携帯も家に置き忘れて連絡できなくて。これ見ろ、俺の言った通りじゃねえか。すごかねえ美咲、ヤマトのことよう分かっとったい。なんで笑ってる？そりゃヤマトが見つかったことが嬉しかけさ。怒るにしても後だろ。とにかく行くぞ、まだギリ開始時間に間に合う。ああ、ヤマト、手。もうはぐれるわけにはいかんやろ。わかった、走るぞ。来た、よし、ヤマトもいる。コウ兄ちゃん、葵、待たせたばい。この野郎、連れてきたぜ。すまない、遅くなって。反省は後だ、すぐ準備しろ。レギュラーチューニングで合わせといたけど、確認して、ヤマト。わかった、ギターはどこだ？その辺にあるでしょ。ああ、あった。ねえ、それ違うよ、似てるけど他のバンドのやつ。他人のギターいじってどうすんだよ。本当だ、それにしても妙に持ち心地が。
そんなんいいから早くしろって。どがんね、ヤマト。いける。みんな、いいな。いけます。さあ、行くぞこら。ま、このバタバタも風来らしいか。よし、いろいろ忘れて今回も楽しむぞ。なあヤマト、なんだこんな時に。前のライブの時喧嘩したん覚えとる？忘れるわけない。あん時言った通り、今度こそみんなを笑顔にするけんね。しっかり見とるとよ。見てるだけのつもりはない。俺も一緒にみんなを笑顔にする。そうだい。みんな盛り上がっとるか。これこれ、この空気たまらんばい。俺本当今日が待ち遠しくて楽しみで、今にも気持ちが爆発しそうだい。したらみんなで楽しさ爆発させるばい。フーライ1曲目いくぞ。フータの声がいつになく聞こえる。メンバーの音がはっきりと聞き取れる。みんなの考えてることがわかる。コウヘイさんがどうリズムを作りたいのか、イサキがどうドラムで盛り上げたいのか、アオイがどうメロディーを見せたいのか、フータがどう客を楽しませたいのか。そうか、これが風来のライブなんだな。俺も今その中にいる。その中で思い切り楽しんでる。すごいすごいすごいよ今日。なんかめっちゃ盛り上がってた。珍しく興奮してるな葵。けど今日は最高だった。それ興奮すんなって方が無理だろ。今日のライブむちゃくちゃに決まってたからな。最高やったな。なあヤマトもやろう。俺はまだ満足してない。え？俺たちはもっと楽しませることができるはずだ。もっと上手くなればもっと自分も楽しくなる。だから俺はまだ満足しない。こんなんじゃ。ほんとめんどくせえやつだな。こういうのは楽しかったって言やいいんだよ。まあでもヤマトの言うことはもっともだよ。もっと上手くなればもっと盛り上げられるだな。フータのどんなむしゃくしゃにも俺たちが対応できるようになれば最高だろうな。今日はそがんむちゃくちゃじゃなかったやろ。今日もセットリスト勝手に変えてたじゃねえか。そいはまあ乗りたい。あ、そういえばヤマト、昨日言ってた違和感みたいなのって大丈夫だったの？大丈夫だ。相変わらずどこかしっくりこない感じはあるんだが、まあ前からたまにあったんだ。気にするほどじゃない。それなんだが、あ、いやさすがにまさかとは思うんだが、バカみたいなこと聞いていいか？なんだ？ヤマト、お前もしかして左利きなんじゃないか？あ？いや、俺のギターは右利き用だ。
いや、そういう意味じゃなくって、本当は左利きなんじゃないのかって話。俺が左利き？そうだが。はあ！？レフティー用のギター借りてきた。持ってみんね、ヤマト。持ち心地がいい。なんとなくしっくりきてる気がするね。昨日のイベントでライブ始まるとき、ヤマトギター間違えてただろ。あれ、レフティーだったんだ。あの時妙に馴染んでたから、もしかしてって思ったんだけど。ほら、さっさと弾いてみろって。じゃあ。マジかよ、驚いたな。やっぱりな。違和感ないな。ヤマト、いや、そのなんで？それは右でやってるのを見てたから。ちょっとよくわからない。最初はレフティーでギターをやってたけど、俺が目標としてるギタリストが右利きだったんだ。まさか。ああなりたいと思ったから右に変えた。いやいや、待て、落ち着け。だって左利きなんだよね。憧れの相手と同じようになりたいと思うのは変か。そういう話をしてるんじゃないよ。聞き手まで真似するとか、やっぱヤマトはすごかね。むちゃくちゃばい。俺なんかよりヤマトが一番むちゃくちゃなことやっとったい。そんなにむちゃくちゃなことか。これレフティーは種類が少ないから、左利きの人があえて右利きを使うことはあるけど、レフティーの方が馴染むのにわざわざ右利きを使ってる人なんて聞いたことないよ。まあ何にせよ気づけてよかったじゃないか。これからレフティーでやれば少しは演奏もマシに。いや、右でやるが。なんでだよ。言っただろ、憧れのギタリストが右利きだからだ。左だと結構うまく弾けるのに。大丈夫だ、右でもっとうまくなる。ほんとヤマトは自信だけはすごいよな。ヤマトむちゃくちゃばい。やっぱヤマトも風来のメンバーやな。メンバー？俺は今回だけのヘルプじゃ。そうやったっけ。じゃあ今決めたばい、決定ばい。ああ、もうこれフータ絶対引かないやつだ。ま、俺はいいけどさ。ギターはいた方がいいしな、下手くそでもよ。まったく、しょうがないな。そうか、よろしく頼む。風神ライジングはこのイベントをきっかけに、たびたび他のライブやイベントに呼ばれるようになった。界隈では下手くそながらやけに盛り上がる謎のバンドと評判になっていった。まあ今のところ事実だから仕方がない。そうしてある日、ライブ終了後に見知らぬ黒服の人に話しかけられたことで状況は変わる。ライブロワイヤルフェスへの突然の誘い、そして俺たちの音楽は東京へ続いていく。